将棋の先方拒尾車相掛か,かり、縦取り縦取りとは、将棋の相掛か,かり、先方から派生する戦術の一つ。浮き飛車から対戦相手の3、4歩、角道を開くために動かされる歩を奪うことを目指して3筋に飛車を移動する。先手番が仕掛ける先方で、図のように飛車を浮き飛車に構えた後、3、6飛と一つ寄る。ここから主にはひねり飛車に移行するが、 黄銀などにする変化もある。加藤二郎、将棋は、府からによると、命名者は、加藤で、図のように、後手の3、4の府を、飛車を3、6によって取ろうとすることから、これを、飛車の横利きで取ろうとする、横太りとの兼ね合いで、飛車の縦の利きで取ろうとすることから命名したという。しかしながら、とある感染記者から、3、6からの場合は、横太りとは違って、 実際には三四の符を取らせないので、この名称に関して疑問を呈されたそうである。清野の地を将棋の書法から必勝戦術、将棋用語、将棋ルール解説付きでも著書の清野は実際には取らせないので、縦船来というのが本来と指摘している。このことについて、加藤は釣りという行為は釣れなくても釣りと呼ぶと、魚釣りを例に挙げている。 実際もも手が34の歩を垂らさぬように33金と守らせ悪型にさせて局面をリードするのが先手の狙いにある。この飛車攻撃は対戦相手の二日前に飛車を移動することで先制的に発生する可能性があり、したがって対戦相手の角道開きに先回る。このオプションは猫式縦どりとして知られている。ホスキングはこれを フラティンルックキャトベリションと呼んでいる。または、3、4歩と歩を押し出し、角道がすでに開いている場合、歩を狙って対戦相手にその歩を保護するための応答を強いることができる。このオプションはホスキングによると、フローティング、花村バリエーションと呼ばれているとしている。タイトル戦では百八十四年の王将戦、第二局、森慶二 VS、米長国王戦で、 先手の森が互いに角道を開けた状態での3-8、銀型から3 6としたので、後手の米長王将は、角交換から角を2-8に打ち込み、縦歩を取らせて乱戦に持ち込んでいる。森 VS、米長戦では2000年7月4日達人戦でも、実現。米長は他に1985年2月5日、王将戦、対、中原誠戦でも、同様に持ち込み、 一方で森も2000年5月1日王座戦の佐藤、安光戦で同様に縦譜を取る展開になる。加藤も著書として執筆した将棋戦、放題時点でも縦譜取りの項目があり、こうして実際に3、4の譜を5手が取らせる指し方を純粋縦譜取りとして分類している。本戦法の場合は例外的に分かっているので、あえて紹介したとしている。 加藤によれば現在刺されている戦法も厳密に言えばそのほとんどが江戸期に開発されていたが、ただし当時の寄付にあまり見られないのは相掛か,かりかつ、持久戦を良しとする当時の将棋館の下で日の目を見なかったに過ぎなかったとしている。新戦法というと、プロがその開発を独占しているように書かれてしまうが、以上のようにアマが開発したものも多いし、現在もなお開発しつつある。 例えば、穴熊、某銀なども由来が古く、江戸時代と推測される。そして当時のプロの寄付にはないので、これもアマが開発したものと推測される。相対局数が圧倒的に多いのだから、当然といえば当然だが、記録が不備のために開発者はわからない。それらと異なり、加藤は縦太りのみは、純粋に戦後の新戦法であると紹介している。 2014年の第73期順位戦 A 級三回戦、佐藤康光、阿久津主勢戦では、横取りの戦型から先手佐藤が、横符を取らず一旦一六歩とし、後手阿久津が、横符を取る展開になる。その後、角のように八六飛八四歩三六飛に、後手は四四歩としたので三四飛とし、縦太り対横太り戦という、変わった戦型と化した。 このタイプの戦形は、多くの場合、浮き飛車の指定が飛車を左方面に移動し、最初の位、飛車戦略から振り飛車戦略に変える。この時の戦法はひねり飛車と呼ばれている。その形成の例として、角道が開いた後、後手は歩を金で防御すれば、先手が角道を開いて、後手が八筋の歩と交換することができる。この後に、後手の飛車先交換後、 先手は7筋の歩を一マスをして、後手の飛車をさらなる攻撃をし、後手に飛車を交代させる。その後、先手は石田流の構えにし、飛車を8筋に移動し、飛車交換を迫って後手を脅かす。このルークオンポーン攻撃は必ずしもツイスティングルークの位置に移調する必要はなく、ツイスティングルーク戦略は最初に3筋の歩を狙わずにプレイできることにも留意。 縦付棒銀は縦太りテクニックと棒銀戦略を組み合わせたもの。霧山清澄球団が得意としたことから霧山竜とも呼ばれる。先方の狙いとしては、津の進行のように先手の浮き飛車から通常玉の囲いに使う右銀を飛車尻から繰り出し、さらに三筋に飛車を寄って縦太りを見せて後手に三、三金といった悪型を強要して、 棒銀を受けにくくする人形にしてから銀を進出させ、相手の守りの要である金と棒銀側の銀との交換を迫る。ありがとうございます。